次に行いますのは、峠という切り方です。峠とは山の峠ですね。この峠を峠という切り方で、下から切り上げたらこうできる。あ、上から切り上げて下に、下から切り上げてまた下に、これは切ったら上で刀を回すなくてそのままの状態です。そのままの状態から切ります。これ峠と言います。では峠を始めます。峠の切り方でした。やはり同じように、2本ある場合にはおおむね最後に高さが同じになるという条件になります。体勢、手の内、足の動き、これは十分、注意する点であります。